ロボットの墓場。ある日突然眠りを覚まし、地球を襲う神秘の影に、誰かが向かって行かねばならぬ不思議の謎を解かねばならぬ。地球が地球が大ピンチ、地球は地球を守るのだ。千葉両隊員により開発された宇宙ロケットはマリンブルと名付けられ、そのテスト飛行が行われていた。水島博士、素晴らしいわ。イルカに乗った少年みたい。さすがだな水島博士、こんなに宇宙を自在に飛べるロケットがあったかね。いや水島さん、どうなってんだろう。お、隊長、信じられません。バラが、いや、バラの形をした行軍なんです。突入します。はあ、水島さん見てごらんなさいよ、まるでオーロラですよ。綺麗だったわ。あ、お、いや、綺麗だな。あ、若者、見てなかったのか。はあ、何をしてるんだ、早く調整しろ。はあ、はいはいはい、わかりました。ああ、やりますよ、やりますから触らないでください。わかりますか？うちの隊員2人がロケットで得体の知れない物体と接触して行方不明になったんですよ。そうです。頼みます。隊長、交点を捉えました。キーマリンで落下地点先回りしろ。はい、わかりました。おい、マリちゃん、マリちゃん、しっかりしろ。おい、マリちゃん、大丈夫か。おい、すごい放射能だ。宇宙飛行機
大至急放射能洗浄室へ早間君を隔離するんだ。美咲はどうした？あ、付近を調べてみます。よし。水島、いい加減にしないか。早間君がな。お、ロケットを溶かしたのは確かに放射能だ。しかし、なぜ恐竜の体から放射能が。隊長、早間君を洗浄室へ送りました。うん、やはり大したことはないそうです。ああ、それから美咲の姿はどこにも見当たりません。笛島。隊長、これはファイヤーマンの降りた島ですよ。行くぞ。はい。美咲、隊長。水島。行くぞ。はい。この老人は30年前までロボット工学の第一人者と言われていた水島博士である。その若き水島博士のおじいさんにあたる人だ。その可愛いお嬢さんはお孫さんだ。
太郎だよ、お嬢さん。あんたとおじいちゃんのかわいいペットの名前。30年前、あんたたちの国は戦争の真っ最中だった。十中八九負けることが分かっている戦争のね。だが、逆転できる可能性がなかったわけじゃない。それはこの老博士が、その時すでに前代未聞の水島式水爆の製造に成功しかけていたからだ。ことは秘密を要したからね。幽閉されて1週間目に大変なことが起きた。この研究室が大爆発を起こして全てが消滅した。この老博士もね。日本政府は実験中のミスとしてこれを片付けた。ところがこれは老博士が仕組んだ巧妙な芝居だった。芝居？そうだったかもしれんな。観客のいない芝居だったかも。何十年ぶりだろうか、こうして生きた人間を見るのは。いや、初めてのような気もするな。三郎、お前が生まれたことは聞いていたが、お前は本当に三郎なのかね。まさか。ロボットを作りすぎるとこういう疑いを持つようになるんだね。何もかもがロボットじゃないかと。この洞窟に閉じ込められて3日目、博士は信じられぬことだが、数億年前の恐竜ティラゾウルスのミイラを発見したのだ。ロボット工学の第一人者としては、核兵器を作るよりは平和的でやりがいのある仕事にぶち当たったわけだ。恐竜の原子力ロボット化、成功すればティラゾウルスを永久に保存できるロボットという形で。だがね、三崎君と言ったね。あんたはさっき宇宙で太郎、つまり空飛ぶ恐竜ティラゾウルスに会ったはずだね。かわいそうに太郎はちょっと傷ついて帰ってきたよ。日本政府の戦と手を切り、老博士の孤独な作業が始まった。だが仕事はあっという間に壁に突き当たった。ウランが手に入らないんだ。隕石が接近中。何を企んでいたか、わしは知らなかったんだ。こいつらがウランと引き換えに要求してきた科学とは、一億単位の日本人のロボットを作ることだったのよ。わしが作るロボットは非常に成功だ。特殊な機械がなければ地球人と見分けがつかん。一人の日本人を殺し、一人のロボットと入れ替える。人間を殺してロボットと入れ替え、そいつを繰り返して、こいつらは東京を、日本を、さらには地球までも乗っ取るつもりだったんだ。わしが、この人間のわしが、その片棒を担いでしまった。その先は言わぬことだ。こいつらの地球侵略計画は1980年に開始され、
1980計画を知ってあなたは逃げ出した。それからのあなたは太郎を飛ばしちゃ喜んでる。まるで宇宙が自分の遊園地ででもあるかのようにね。三郎、わしをバカだと思ってくれ。科学を、本当の科学を忘れた科学者は歌を忘れたカナリアだ。人に物を頼むのはこれが初めてだが、三郎、あの娘のことよろしく頼む。死んだらわしも宇宙を飛べるんだろうか、太郎のように。と言った次第で、あのティラゾウルスもロー博士が製作したロボットなんだよ。ちょっと試してみようか。このコントロール装置のダイヤルをこう回すと。こちらにこう回すと。島めがけて飛んでくるのは我々の宇宙船だ。さあ、私は帰らねばならん。あなた方の死体を土産にね。運んでくれ。はい。よし、最後。
ために戦うなら、私たちはバロン星の正義のために戦う。そしてやがてはバロン星の正義が地球の正義を征服するだろう。はいよ。太一が手にしたものはインベーダーの怪獣コントロール装置だった。龍神祭りの最中にファイヤーマンと怪獣ドランゴの激闘は続く。さて来週からファイヤーマンの時間が変わるぞ。火曜日の夜7時からなんだ。さあすぐみんなに知らせようね。